態度アップした時に、はい、ちょっと飲みに行ったりする時に、はい、カバンってどうするのっていうのが一番難しいんですよ、はいはいはい、割とこう女性のディテールに多いようなそれワンワン泣いて真面目な話するのがすごくいいじゃないですか。さて、一応スタートっていう感じで始めさせていただきましたけれども、先ほどね、ペレ・ボルミダーの10周年のそれぞれのアイテムの撮影が皆さん終わりましたけれども、うん、もう飲んでいいですよということで、はい、こちらに今そうそうたる方々お集まりいただきました。ちょっと乾杯しますか。乾杯します。そうですね、すみません、ぜひ先にね、はい、すみません、じゃ乾杯、はい、よろしくお願いします。先ほどですね、ペレ・モルビダスタッフの方々からですね、今日ただ飲むだけじゃなくて、うん、ちょっとこのカードを渡されました。ペレ・モルビダトランプ、うん、デカめのっぽいやつですね。なるほどですね、はい、でここの裏にお題が書いてありまして、はい、まあ、飲みながらこのお題に対して、うん、もう4人でザックバランにもう今日は楽しくやってくれと、はい、ただきちんとこの引いた意見に対しては真摯に正直に話してくれよというちょっと今日会ということで、うん、なるほど。じゃあ早速もう一つ目のお題をじゃあもう博士さんから引いていただくっていう、はい、こういう順番でいきますんで、はい、はいはい、ということでじゃあもういっぱいあるので本当お好きなやつを引いていただいていいですか。お好きなやつって言いながらもうすごいですからあれ。あ、もう泡抜きみたいな感じ。いや、そうなんです。お好きなやつ？もう全然好きな、もうどれでもいいです。本当好きな。ありがとうございます。それでもういいじゃないよね。はい、いいですね。ペレ・モルビダとの出会いエピソードを教えてください。あ、なんか一番最初にめっちゃいいの引きましたね。偶然ですよ。すごいです。もうなんか今日の回にめちゃくちゃふさわしい。本当ありがとうございます。ということでじゃあ何年前出会いエピソード。出会いエピソード、でも多分ね、星葉さんと出会った後だと思うんですけど、あ、最初に星葉さんとのとは出会ってるんです。あれ何年前ですか、はい、3年初日仕事ですか。太郎さんのやってらっしゃる番組で。そうです、ラジオの番組に来ていただいて。なるほど。それまで僕は、はい、まあ、雑誌とかで見て、はい、なんなら一方的なファンだったんです。いや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 、会いたい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 。いや、太郎さん僕もファンでした。いやいやいや。で、ラジオのスタッフに言って呼んでくれ、はい、呼んでくれって呼んだ後のことなんですけど、はい、出会った後ですが、はい、銀座のさお店があるでしょ。はい、あります。あります。はい、で、その、はい、あのお店の前に餃子が美味しい店があるの、上に。天龍さん。ん？天龍さん。天龍、天龍。はい、天龍の餃子を食べに行ったんですよ。はい、はい。娘と。おー、はい、うん。で、食べに行って、下に降りて、ふって見たら、あれ、なんか見たことある。あ名前だなと思って入ったら、はいはいはい、これ星葉さんの店だよ、娘と言って。でその時はね、トラベルポーチみたいなのを一つ買って、いまだに使わせていただいてますけど、うん、もうじゃあ本当に出会うべくして出会ったんですね。だから 3,4 年前ぐらいって話じゃないですか。はいはい、ANA ワールドカレント。はい、ANA ワールドエアカレント。ワールドエアカレント、はい、J-WAVE でもう22年目の。そうですよね。それが最初のじゃあ星葉さんとの出会いである。そうです、この ANA さんとのつながりがあるからこそ、うん、博士さんの今回のバッグの形とかもまさにそういうことなんですね。いうことですよね。そうね、旅の、ね、旅のこともありつつ10周年で、でもまだそのラジオも続いてるという、はい、そうですよね。素晴らしい、素敵なエピソード。次、じゃあちょっとよろしいですか、星葉さんにじゃあ引いていただきます。はい、はい、じゃあ初めさえちゃんとなるど真ん中から、はい、じゃあお願いします。僕ももうここから分かんないです。これ今日のいきなり真打ち引いちゃった気がする。あ、本当ですか。コラボバッグで誰のが欲しいですか。おー、これはちょっと、これはね、でもね、僕は割とはっきりしてるんだ。あれ、あ、本当ですか。もうこれは後から本当殴り合いとかなってんのか。これはね、もうこれ難しい、難しいというか、難しいっすよね。うん、僕は難しくないんですけど、なぜかというと、はい、自分のバッグが一番欲しくて作ったんで、うん、だから自分のバッグまだ届いてないですし、うん、そうですね、ここにあるサンプルだけですから、はい、
自分のバッグが一番欲しいです。みんなそうですよね。まだ自分のが届いてないから。だから多分自分のバッグですよね。それはそれはそう。確かにそうですね。めちゃくちゃ平和な回答でございますが。いやなんか滑らない話にしようかなと思ったんですけど、難しかったです。確かにこのお題が。このお題はね。あじゃあなんかおまけでもう一個いきます。僕はあるの僕は。あ本当ですか。あの、はい、それはちょっと聞きたい。いやティアモンも作ってるし、塚田さんも作ってるんだけど、ちっちゃいやつあるじゃないですか。タイドアップした時に、はい、ちょっと飲みに行ったりする時に、はいはい、カバンってどうするのっていうのが一番難しいんですよ、はいはい、カジュアルの時ってさこうショルダーでこう斜め掛けとか、はいまあ、ちょっと持ってもいけるじゃないですか、はいはい、でなんかこういうのをこういうふうに掛けるの、はいはいはい、かあこれそうですね、要するに、はい、これでしょ、うんうん、タイしてる時に でもちょっと携帯とお財布だけ入れたい時に、はい、携帯とお財布入れるんですよ、はい、でもなんかなんて言うんだろ う, こうポーチみたいなコンモセカンドバッグっていうんですか、はい、クラッチバッグクラッチっていうんですか、はい、それもなんかちょっとですね。ってなるでしょで、ねうんはい、でそれに変わるものをちょっと今回やっぱこれだわ作りたくて、うん、あ本当ですか。これはこういうふうに持つのが正しい、ね、これが正解ですかね、うん、もう素晴らしいワンループバッグなんですけど、なるほどまさしくです。まあ多分高田さんとかもクロコで作っててこれはどうかけるんですか。これもワンショルダーでも、うん、あのこう斜めでもいいってこと、はい、これはカジュアルなニットとかの時にさっと斜めにかけておけたらいいなというのを思って作りました、うん、昔なんかクロコミラノコレクションでやってたのはスラダで、うん中に斜め掛けしてジャケット着て、うんうんうん、この辺からチラッと出るっていうのをもうちょっとやってました、はいはいはい、これ中に着てもねもちろんです薄待ちだからちょっとめちゃくちゃいいじゃないですか。そのショルダーもすごい細いのでそうですねスーッとこういうジャケットの中にスッと入れていただいてもいいのかなそのままお札入れると多分相当入りますいやでもこのちっちゃめは割と男性今ね、うん、便利ですね便利ですよね、うん、時代的にもそうですしいやまさしくだからこうスーツ着た時にふっと持ちたいと思ってたわけ、はいうんはいはい、なんかでも銀座とか行っちゃったらそれなんか可愛いあ可愛い取られちゃいそうですね。僕ちょっとその辺も想定して作りましたなるほど、はい、割とこう女性のディテールに多いような確かに、うん、シルエットではあって そ, うです、ね、それをよりちょっと男性的にスーツとかジャケットとかカチッとした時にもっていうやつででもこうちょっとさらっと持ってもらえるとこうやってやっぱこうやって入れて持つんですか。はい、外から入れてこうなんか次行きましょうかじゃあ高田さんいいですか。はいはい、はい、お願いします。うわーわかんない、はい、なんですか。あなんかさっ香水のいいじゃないですか。高田流をまず、うんね、教えてほしい。難しいですね。多分僕いたって普通な付け方はしてますし、はい、もうこれだけなんかモテる。普通ってどうやってつける僕もそれ知ったです。普通がもう僕は、うん、手首にシュッとして、はい、こうやって、うんうん、あとは下に。あ出たほら普通じゃないこれはもう。いや全部え普通じゃないですか。下にっていうのは下ですよね。それやらない人も多分いると思います。あ、そっか、はい、多分ここで終わるのが割と一般的というか多いんじゃないですか。それでも本当に僕ホットドッグプレスとか懐かしいですね。講談社ですねありがとうございますあと付け方もあるけど どう選ぶかってあるじゃないですか。香水あそうですね、うん、僕は結構季節によって変える派で、うん、夏はあのエルメスのナイルの庭っていうのを使って、はいはいはい、でそれ以外の時秋とか、うん、今は今日ぐらいの気温だとまだあのサンタマリノベラのタバコトスカーナ、はい、いいですね。でもあれちょっと秋っぽくない？そうなんです。秋っぽい冬っぽい、ね、ちょっとまだ涼しいというか、うん、濃厚な感じがちょっと重ための重ためだよね、はい、そうですよ。春になったらもうつけないなあれは。あ本当ですか。経験ある。あタバコとくさなんです。大好きです。あ本当か。嬉しいです。ね香り好きですもんね。あもう僕はちょっとマニアっていうかあのちょっと変態入ってます。あいい伺いってもいいですか。いや今この季節になると、まあ、サンタマリアノベラ好きですけど、はい、まあ、普通のやつとあとはシチリアですね。シチリアシチリア、はいはいはい、とあとあのちょっと休憩したとき電車に乗ったときとかにラベンダーする。あって感じがいい。でもちょうどもう今からちょっと重たくなるんだけど4月5月ぐらいまではエヴァーがいいですね。エヴァー好きですね。今買えなくないですか。入ってない、ね、入
入ってないですよね。今買えないんですよ。入ってないですね。ポプリも入ってないです。ポプリも入ってないです。あ、そうなんですか。めちゃくちゃなマニアがいました。僕はおそらくちょっと香水だな。じゃあ星葉さんいいですか。はい、はい、すみませんお願いします。どれでもいいんですか。どれでもいいんです。はい、じゃあこれいきましょうか。はい、うわあまた難しい。メンズバッグ、これなんて呼べばいいんだ、市場市場、あ、市場ですね。メンズバッグ市場の未来について、これ未来、ミクじゃなくて未来って、未来についてお話聞かせてください。ああでも逆に知りたい、僕はよくわかんないけど、あちょっとなんか真面目な話するのがすごくもういいじゃない仕事と、ちょっとぐらい仕事の話しなさいだなと。ちゃんと話をするとすると、うん、やっぱり時代が変わると、うん、ライフスタイルが変わるんです。そうですね。ライフスタイルが変わると持ち物も変わっちゃうんで、予想も変わるしね。予想も変わるんですよね。その時代がどうなるかっていうところがポイントで、うんうん、それを牛耳ってるのはおそらく僕の中ではデバイスです。だから2007年にスマートフォンが出る前は携帯だったわけじゃないですか。はい、でスマートフォンがこれだけ席巻して、うんうん、もうメディア、うん、雑誌も新聞も、うん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 、テレビもこの中に収まっちゃって、はい、そうですね、映画もこの中で見れるじゃないですか。そうですね。そうで今後 Web3 という時代がやってくる、はい、うんうん、でここでこう全てがこう賄われる時代に突入をすると思うんですよ、うんうん、そうするとバックは一体どうなるのかっていうところを想像して、うんうん、ペレモルビダは歩んでいくのかなと思ってます。僕もやっぱりあの本当は船旅バンバン行ってたのに、船旅コロナ禍で行けなくなって、ね、楽しむことができなくて、楽しみって何と思ったらゴルフっていうのがたまたま、日本も行けないし海外も行けないしってなった時に、あ国内でちょっと楽しめるって言ったらゴルフだなと思って、東京近郊でゴルフ楽しむようになって、はいはい、あじゃあゴルフのバッグ必要だよねってなったんです。確かに。ってことを考えると、やっぱそのライフスタイルの変化によって、そこに持つべきもの、 そうです、ね、それを運ぶものっていうのが変わると思うんですよ。いや本当そうだと思います、うん、それこそあの今日なんかこうやって持つケースを持ってるんですけど、はい、あのツアーに出た時は、うん、まあ、ずっと飛行機乗ったりいろいろしなくちゃなんないんで、こうなんていうんですか、こうバックパックみたいな、背負うタイプ、そうなんです、リュックサックみたいに背負ってるんですよ、バイオリン種類があるんです、ね、いろんな、ね、まあ、ケースの形があるんで、うん、いつも背負ってるんです、僕は背中に歩いてる時は、はいはい、で誰も持ってくれませんから、うん、自分でずっと持ってるでしょ。そうするとだから旅の時にこうバックパック持てないんだよね、もうここに、ここはもう、うん、そうですよね、そうなんだ、どうしても他のがバックになっちゃう、はい、でも普通 の、 そのビジネスマンの人たちはその飛行機乗る時とかにさ、もう今気軽にスーツ着ててもバックパック持ってる人いるでしょ。そうです ね、 ね、だからあれも人時代前だって絶対考えられなかった。確かに、ね、バックパックにスニーカーですかね。そう、うん、あとさ、ここにほら丸2みたいさ、ここここって、いやー ね、 ね、そうなんですよ、ありますもんね、あれもいきなりギュッてね、あれってな思ってたけど、みんな大丈夫じゃない今、はい、今本当に聞き、携帯がまたちっちゃうん、から携帯だったのにこんなに大きくなると思わないですし、ね、みんなそれをこうやって首から下げるバッグが流行るとも思わないですし、皆さんそれぞれこう必要なバッグってあるじゃないですか。そうですね、はい、だからでもやっぱりそれが大事なのかなっていうのはすごい思います、はいはい、その中で変わらないものもある。例えばこいつはもう180歳ですよ、この子ね。でもっと言うとバイオリンの形して300年前から何も変わってないです。なるほど。でもそれを使ってやる音楽が変わってくる、聴く形も変わってくる、うん、はい、いろんなことある。だから変わらないもの、そして変わるべきもの、なるほど、うん、またその変わらないものを大切にするっていう気持ちもとても大切だし、うん、確かに、うん、素敵な、めちゃくちゃいいお話、素敵な、ね、じゃあ次に、はい、じゃあ最後こちらです。はい、一言本当の一言、大喜利じゃないですもんね。じゃあ真面目に、はい、真面目に、はい、今回この10周年っていう記念する年に一緒にこうものづくりをさせていただけて、でしかもこういう素晴らしい皆さんと一緒に、こういう動画も撮らせていただいて同じ企画をできてすごく嬉しいと思ってます。でファンの方々も素晴らしい日本製のバッグですので、ぜひ、長く使ってその品質の良さだったりとか、で今回に関しては僕たちみんなそれぞれ違う、なんでしょう、こうオケージョンというか、みんな使うシーンが違うバッグなので、
ぜひあの全部買ってもらってそれぞれの人いきなりギュンって方向性それぞれのシーンで楽しんでもらえたらいいなと思っております。ありがとうございます。いやー素晴らしい。こういうものが欲しいんです世の中の人たちはっていうのをすごく柔軟に形にしてくれたブランドだなとすごく思っていて、ああじゃないこうじゃない僕も結構言ったんですね今回も、こうもうちょっとこうもうちょっとこうなんか、はい、でもそれをこう本当に世の中の人たちのためにというかこれを使う人たちのことを思ってすごく親身になって寄り添ってものづくりをしてくださったブランドだなというのを今感じていて、本当に今自分が使いたいものが形にできたと思ってます。本当に多分今回皆さんが作られたのっておそらく今までのペレモロビダの中でこう出てなかった形とか、うん、多分ファンでもいろいろ持ってるんですっていう人でも全然なんか新しいと思ってもらえる形がすごい多いなというふうに思ったので、ぜひその店頭に行って見ていただいて触ってもらって全部買ってもらえると本当にありがたいなと思いますので、結局ね結局そうだから自分がなんかこう思いを伝えてなんかそれがねコラボという形でできたそのカバンを持ってこれから旅ができると思うと楽しくてしょうがないですよね。でやっぱりこう男ってこの服もそうだしこの物に対してもそうだけど、はい、何かやっぱりこの物語だったり夢だったりそういうものをやっぱり求めるじゃないですか。でカバンイコールやっぱり旅なわけですよ。でそこはやっぱり押場さんのこのブランドにかけた思い情熱、はい、そしてなんか夢みたいな、はい、まさしくその船旅がきっかけでっていうのがあるでしょ。だからあの笛がついてるじゃないですか全てのバッグに ね、はい、あれはまあおそらく吹くことなんてそうないさないですね。ないよね、ないけどついてなきゃならないんだよね。なんかそれをいつも思いながら柴さんのなんか思いを僕は一緒に抱きながら持って旅をしたいなと思うし、皆さんにもそういう旅の喜びみたいな、それがやっぱり男がこう物にこう求める夢みたいなものだと思うんで、そういうのを大切にこれからもいろんなものづくりをねしていただきたいし、僕も何かこんな出会いきっかけをいただけたことを大変心から感謝申し上げます。本当にどうもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。こちらこそ。いや、はい、吉田さんの方からペレモロビダファンに向けて一言というところで、はい、締めさせていただきます。いやもう本当に太郎さん、はい、いやもうそしてありがとうございます高田さん、そしてもう桐山さんありがとうございました。ありがとうございました。まあ、このペレモルビダ の、 そのできたきっかけっていうのはやっぱ船旅なんですけれど、はい、船旅 の、 その僕がしようと思った動機になった映画が1本だけあって、うん、巡り合いっていう映画なんですね。でそれ1953年ぐらいだったと思うんですけど、その映画がきっかけで、まあ、素敵な男の人と女の人が、まあ、ラブロマンスで最終的に結ばれるというとても素敵な映画なんですけど、はい、もうね音楽も感動するんですね。で僕が一番最初に行った地中海の船旅っていうののオーラスの最後がビルフランシュっていう南仏の場所のちょうどその映画に出てくる場所なんですよ。もうそこでね船旅のことで僕ワンワン泣いてめちゃくちゃ感動したんですよ。でやっぱ人生もこの巡り合いなんですよね。だから今日こういうふうにしてあの出会ったあの方々とか今日ねあの来ていただいてる、はい、ここにもうスタッフの方々もう結構大人数なんですよ、はいはい、でこの、ね、でロケーションでこういうふうに撮影させていただける、はい、もう本当に感謝でしかないのであの本当にありがとうございました。そして10周年ということなんですけど、これからもこの船旅は、うん、あの続きますので、ぜひですねあの今後もこのペレモルビダあの皆さんと多分いろいろなコラボレーションも作っていくと思いますし、今後また大きな輪に広がっていくと思いますので、ぜひですね、応援していただけたらと思います。関係者の皆様そして、ここにいらっしゃる本当来ていただきました太郎さんも高田さんも桐山さんもありがとうございました。そしてあのこれを作るあの職人さんたちもですねこの裏に控えておりますの で、 そ、 です、ね、その職人さんたちにも感謝して、はい、ぜひですね今後とも、温かく見守っていただけたらと思いますという感じで、はい、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。